パンを買ってきました。クロワッサンと照り焼きみたいなやつとフランクフルトとチーズみたいなやつと、たらーフルーツサンド食べようで、いただきます。でも美味しい、照り焼きが、あ、めっちゃ美味しい。喋ろうよ、なんか語ろうよ、話題ないとこの前みたいな、ないんだよな、それが。どういうとこが好き？めっちゃかまじょかまじょしてくる人が好きかもしれない、私は。なんだろう、うん、あえ、じゃあうちいいじゃん、うちかまじょかまじょ。うち絶対うざいって思ってるだろうなって思ってた。実際に絡んでみるとめっちゃかまじょされたいかもなって思った。へえー、そうなんだ、うん、うちはあやってくれるっていうか、ツボが浅い人がいる。うんうん。ブルドッグじゃなくて何なんだっけ、アメリカンドッグ。アメリカンドッグ。声もでも大事かも。声、うん、でも顔見ながら話したらそんな気にならんよ、多分。あまりにも変な人は嫌だけど。滑舌と声だったら私滑舌無理。あのなんていうか、キーなんとかしていきたいと思いますみたいな言うじゃん。友達だったらいいよ、うん、あのちょっと気になるかな。美味しそう。美味しいんでしょうか。これあんずかな。うま、でもやっぱクリームが溶かったかも、うん、でもケーキって感じ。あーね、スポンジっぽい。あ、じゃあ一番恥ずかしかった話しよう、今までで。でな、絶対あれ運動会の練習をしてた時に、高校のなんか天候が悪くて雨が降ってきて、雷があのゴロゴロになってて、私の友達雷が大っ嫌いなんですよ、本当に。 ちっちゃいゴロゴロゴロでもうめっちゃ怖がるんですよ。あ、やばいみたいな。でこう運動会ってこう何、後ろにまずみんなで集まってて、前に集合って言ったらバーって走らなくちゃいけないんですよ。みんなめっちゃ全速力で走らなくていけなくて、バーってみんな走ってて、それでこうやってしながらレーナが走ってったら、もう床砂にボーンってこうやって走ってて、したらボーンみたいなバウンドして砂に派手に溶けたんですよ。懐かしい。みんなに見られたよね、男でも。多分見られた。それが絶対恥ずかしいこと、今まで生きてきた中で。うん、でも私なんだよ、恥ずかしかったけど、うん、あ、死にてーみたいな恥ずかしさもないかも。スマホを、スマホ歩きスマホ、歩きスマホしてて、あの溝に落ちたんですよ、排水溝の溝に。膝怪我して血出て、それは別にみんな見てなかったから別に恥ずかしくなかったけど、何授業中にこうかくんってなってよだれがこうツーってなってたのが自分で見えて起きた。やべえと思ってかくんってここでも確実にガクってなったのはみんなに多分見られて、しかも隣の人が好きな人だったんですよ。絶対これバレたと思ってる。それだ、絶対恥ずかしい。でもバレてたら恥ずかしいけど、バレてなかったら別に恥ずかしくない。中学校に塾行ってた時も、あの起きたらもうノートの水たまり、ノートに水たまりできて、やばって思って。でしかも先生に見られながら教えられたっていう。起きてって言われて、そのまんま水たまりがあるまんま教えられたっていうね。吹かせてよ、隠させてよ、せめてみたいな。そういう系しかないよね、よだれとか、うん、ごちそうさまでした。